さあ四角回り切って北日本ラインがアクションを起こしました。2車スーッと後方から位置を上げてきた7番の北鶴はどうするか。北鶴車を下げます。中段位置を求めてか上がるか6番の今岡ですが、7番の北鶴も3番手インから車を下げません。さあ2コーナーからバック、6番の今岡が並走から前を叩きに上がります。若干口開いた2番のトミですが、中国2車で前に出ました。これで北日本勢が中段位置、7番の北鶴は5番手内空いたところを救っていきます。さあ外バンクに上がった北日本勢、ここを7番北鶴、1番の松尾で救いましたが、4番の藤沢北日九州勢と連結外れました。さあ小倉コンビ7番の北鶴、1番の松尾で前に出ました。2コーナーからバック、さあ6番の今岡、2番の富、この中国勢が現在は3、4番手、中段道も前2人、北鶴松尾で出切って4コーナーを回って直線です。7番の北鶴翼先頭、北鶴まずは復帰1走目押し切りました。1番松尾とワンツー、さあ5番の北鶴どうするか、7番の吉田を出しますでしょうか。5番の北鶴翼が突っ張る素振りを見せて車を下げます。さあひとまず3番手に下げました。そしてアウトコースからは4番の坂が2番の近藤を連れて上昇する。インギリ7番の吉田を4番の佐賀翔輝郎、ここは叩いて打掌で先頭です。これで5番の北鶴は前から下げての5番手です。打掌の2センターから4コーナー、さあどこで行くか。5番の北鶴翼先頭は4番佐賀翔輝郎、先行体制に入りました。7番の吉田は中段3番手をキープしている。さあ5番の北鶴翼どこで行く、全体のピッチがぐんぐん上がっていく。1センターから2コーナー、5番の北鶴翼5番手威嚇まくって発進か。中段では菊勢も仕掛けている。2番の近藤が7番の吉田をブロックするも、一気に5番の北鶴、1番の吉本でまくります。4コーナーから直線、5番の北鶴翼スピード鋭く押し切って連勝。5番1番3着7番吉田か。動くのか、あるいは短期6番木村が動きを見せるのかどうか。2番の下長ちらっと後ろを見て、木村に動きないと見て四国勢から動きを見せました。4周回目1コーナーから1センターかけまして、2番の下長1番の2つを抑えました。福岡鳥は4番手以降に下げて、6番の木村港は7番手最高。さあ2番の下長先頭で金が入ります。3コーナーを回ります。さあ1番の北鶴翼がどこで仕掛けるか、6番の木村港動くのか。4コーナーを回りきりました。さあ2番の下長先行体制に入る。6番の木村は内を上がっていきました。さあ6番の木村湊、7番吉本の懐です。1番の北鶴翼の後ろ、7番下の吉本、6番の木村がさばく。さあ2角、1番の北鶴まくる。2番の下田の先行を1番の北鶴のスピードが捉えるんですが、その後ろは短期6番の木村、そして4番の坂本、3番手7番吉本、4番手直線コース、6番の木村か、6番の木村か、あるいは1番北鶴か。両者の間には4番坂本。第12レース SQ 決勝。